またこの光景。お前は何だ。私にこれを見せてどうしようというのだ。戦い。私は繰り返す。時をめぐり、海を越え、戦い続ける。終わらない戦い。炎燃えるこの海こそ、紅に染められた我が航路。お前もいずれ。おはようございます。ゆっくりとお休みになられましたか？ベルフォスト。それでも前に進むの。振り返らずに。朝食の時間ですが。いらない。それはいけません。人として健康的な生活を送るために朝食は欠かせません。よせ。私が人の真似事をしたところで滑稽なだけだ。獣王は戦力を失った。立て直しには時間がかかるだろう。だがこちらはこちらで動きにくい事情がある。黒いメンタルキューブの件だろ。それにエンタープライズのことも。問題は山積みだ。何か分かったか？さっぱりだ。何も分からん。そもそも私たちはメンタルキューブについて何も理解してません。ふん。文字通りブラックボックスというわけだな。なんだか前よりも光強くなってない？セイレーンに関わることだ。危険な兆候と考えるべきだろう。セイレーンが姉ちゃんに悪さしてるんなら絶対に許さない。姉ちゃんの様子はどう？悩んでおられます。なんだよ、一人で抱え込んじゃってさ。のやつ、なんて面倒なことをしてくれたんや。セイレーンと組んでいた赤木がいない今、加賀がどう出るか気になるな。にゃー、獣王は無事なのかにゃあっちゃい、うん、大丈夫？綾波ちゃん、もう上がる？考え事をしてただけです。獣王のみんなが心配なのです。アズールレーンのみんなはいい人たちです。でも獣王のみんなだって大切な人たちで
綾波、中央のみんなを助けたいです。頑張ろう綾波ちゃん。綾波の大切な人、ラフィーにとっても大切な人。どうしたらいいかわからないままだけど。大丈夫、私たち友達になれた。だから中央の人たちとも仲良くなれる。ありがとう、みんな。オロチを封印するだと？計画を一時休止するだけだ。赤城がいない以上無理はできぬ。誰の入れ知恵だ？あくまで世の判断だ。甘いぞナカト、オロチなくして獣王に未来はない。カガ、お主もしばし休め。赤城を失った悲しみ、察するにあまりある。ゆっくりと心を癒すがいい。ナカト、世の考えは変わらぬ。下がれ。なんとも、まあ面倒なことになってきたね。オロチ計画は休止、量産型セイレーンも結局動かないまま、八方塞がりだ。綾波ちゃんとアカシちゃんのことも心配ね。心細い思いをしていないといいけど。そもそも計画に無理があるんです。あんな得体の知れないものに獣王の命運を託すべきではありません。そう簡単な話ではないわ。レッドアクシズは決して一枚岩ではない。あまり鉄血に弱みを見せたくない。本当の敵はセイレンなんだけどな。これからどうするんですかね。何も変わりません。なすべきことをなすだけです。最後に頼れるのは自分の力さ。体の具合は？もう平気、いつでも戦える。それは何より。だが状況は芳しくない。獣王だけではない、全てが良くない方向へと追い込まれている。そんな気がしてならないのだ。だったら私たちの手で何とかしないとね。あの子たちがあんなに頑張ってるんだ、私たちだって変わらなきゃ。この光景は、赤城姉様。天城姉様、夜風が体に触ります。無理はいけませんわ。ごめんなさい、今日は体の具合が良かったものだから。ご覧なさい、こんなに桜が綺麗。私がいなくなっても私の心はいつでもここにあるわ。何を弱気なことを。そして私の力は新しい子たちに受け継がれていく。ずっと一緒よ、赤城。このままでは獣王に、いえ、世界に未来はない。力が必要よ、神のごとき力を持つ船が。この黒いメンタルキューブはあらゆるデータを集め進化するわ。データとは思いそのもの、思いとは力そのもの。私たちのような存在にとってはね。故にこの黒箱から作られる船は
大いなる力を持つ。過去を再生し、未来を思うがままに作り出す。わけのわからないことを。どんなものでも生み出せるわ。それがたとえ死せるものだったとしても。ザレごとね。あら、心外ね。たとえ同じ姿、同じ記憶を持っていたとしても、それはただの写し見、鏡に映った影に過ぎないわ。違うわ。形も中身も寸分たがわず同じものなら、それはすでに本物よ。そもそも本物って何？新しく直した船と朽ちた材木の寄せ集め。果たしてどちらがテセウスの船かしら。大切なことは、あなたの隣に天城がいるという事実。赤木姉様の隣に私の居場所はない。私は結局代用品にさえなれなかった。それでも構わない。私はただ赤木姉様の望むがままに。何なんだ。冒険心を胸に大海原へと乗り出した人類は、やがて海の覇権を競い相争うようになった。海の歴史は戦いの歴史だ。闘争、それこそが人が求めたもの。これが人の望んでいるローマ。何を馬鹿げたことを。お前違うな。その姿もさっきの姿も仮初めのもの。お前の正体はもっとおぞましいものだ。いいえ、本物よ。私は人の思いを映し出す鏡なのだから。我はオロチ、人々の思いより生まれた一柱の怪物だ。待て。あとはお任せください。そう？じゃあよろしくお願いしますね。私は廊下で倒れていたのですよ。まったく不摂生な生活だからそのような目に遭うのです。夢だったのか。いや、もう私に構うな。私は明らかに異常だ。もはや使い物になるまい。そして戦えない私に価値などない。
あんなベルファストさん、初めて見た。わーい、おはよう、寝坊した。どうしたの？修羅場？食べなさい。いや、だから私は。食べなさい。はい。ちゃんとした食事を取らないから暗い考えばかり思い浮かぶんです。以前にも申しましたが、エンタープライズ様は戦いを疎んじておられます。ああ、きっと私は海が怖いんだ。ですが、それでも戦い続けた。なぜですか？それは、私は戦うための存在だから。安易な答えに逃げないでください。あなたはもう答えを知っているはずです。今はただ見失っているだけで。なんだ？兄貴、敵襲だって。どこから？この状況で獣王が動くなんて。紹介中の艦は何をしてるんだ。違うんだよ、敵は海からの攻撃じゃない。敵は単独で基地内に侵入。敵はセイレーンよ。ノザプトン。ごめん、敵を止められなかった。また私の船が。ベルファストたちが追ってるけど。でも相手は、セイレーンの上位個体が直接乗り込んでくるなんてね。姉ちゃん、私は。早いです。敵は黒いメンタルキューブを奪いました。逃がすわけにはいきません。無理、追いつけない。いえ、この距離なら当ててみせます。
海が怖いはずなのに、どうして私は戦っている？悪いわね、獣王。オロチの秘密探らせてもらうわ。ガガ、姉様、今参ります。ちょっと、なんだなんだ、まさか加賀先輩が。なんだあれは、まさかあれがオロチ。優しい